グレゴール・ウルバスは、スロベニアのフィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック。2010年、バンクーバーオリンピックスロベニア代表。1982年11月20日、イエセニツェで生まれる。1987年にスケートを始めた。2002年世界ジュニア選手権の6位は、スロベニア選手の ISU フィギュアスケート選手権における歴代最高順位。 自国の大会運営にも手を貸している。2000から2001シーズン、スロベニア選手権初優勝。同シーズンより、欧州選手権と世界選手権に出場し続けている。2005から2006シーズン、トリノオリンピック予選会のカール・シェーファーメモリアルデニーとなり参加枠を確保。トリノオリンピックでは、ショートプログラムで29位となり、フリースケーティングに進むことができなかった。 なお、スロベニアの男子シングル選手が、オリンピックに出場したのは1992年、アルベルビルオリンピック以来のことであった。ABCDEFGH、フィギュアスケート選手名鑑2006新書館、2005年12月、P95 国際スケート連盟による、バイオグラフィーハット a b サ斎藤高子編、カラーズフィギュアスケート男子、シングルフォトブックアオバ出版。 2006年2月 P107 ありがとうございます。